それでは第76回中央幹事会を始めたいと思います。はじめに山口代表に挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。理化学研究所で、スタップ細胞に関する問題がまだ最終的な解決を見ておりません。政府与党として成長戦略の一環として、この理化学研究所あるいは産業総合研究所等を念頭に置きながら、研究環境を充実させる、そういう特定国立研究開発法人を指定して推進する仕組みを法案提出を検討しておりました。しかし政府側としてはこの問題に目処がつくまでは法案の閣議決定はしないという表明をしたようであります。この問題が早期に解決されることによって信頼を回復し、そして今後この成長戦略に資する研究開発の推進体制が確立されていくことが極めて望まれているわけであります。この理化学研究所のこの問題が産業総合研究所も含めた国の幅広い研究開発促進の姿勢に影響を与えるということは好ましいことではありません。ぜひとも理化学研究所として早期にこの問題を解決し、信頼を確立し、そして我が国全体の研究開発の推進にまた勢いを取り戻せるように対応していただきたいと強くご望んでおります。私から以上であります。